久保さん小野田さんがうまいっすね <laughs> 小野田さんあのうまいっすね回収屋にさらわれたからのセミナーで暴露しますっていうなんか撮ってましたけど <laughs> まあ実はですね小野田さんの小野田さんとお会いした時にその回収屋の話がねちょっと出てたんですよでもしかしたらそろそろ来るかもしれないみたいな だ突然ではなく、実は、前々からちょっとそのそういう動きはね、あったと思いますね。まあ僕はそれ聞いてたんで、そう。いつか来るかもしれないです、みたいなのがちょっと言ってましたけど。まあそれをセミナーにね、まあ、ちょうどこう、かぶせてきたっていうね。そう。<laughs> まああの、100再生なんですけど、こうなんで100再生でもビジネスができるかっていうお話をちょっとしようかなと思うますけど、 ああのまあ、これセミナーやったことがない人だったらわかんないかもしれないですけどあの100人を集めるって超大変なんですよ久保さんもセミナーやって100人集めたことないと思うんですけど100人規模1回、僕ね 150, 150から200人規模のセミナーやったことあるんですけどこれね超大変でした。 うっていう話も前、ね、また出ましたけど、まあ、数こなしてたらその100再生がめちゃめちゃ強くなってきたっていうね <laughs> そうもはや自分の自分のトークの質というよりかお客さんの質が上がってきたかなっていうのは感じますねうんまあこれもずっとやってるからですよ単純に、うんそうなんかねみんなそのネットビジネスの場合はもちろん数の理論はありますよ 数の理論はあるんだけどもただそれはその広告収入とかじゃない限りなんだろうな、うん、数をね集めていくっていうのは本当にその YouTuber みたいなあの100万回回していく何百万回回していくっていうのはもう広告で0.1円とか0.07円とかの世界でそのこう回していくんで稼ぐって話なんで。 まあこのね、再生数でも、<laughs> 噂してんな。あの、自由にやりたいんだったら、やっぱ商品を持つことですね。商品を。商品持たないとね、やっぱね、始まんないですよ。まあもちろんその数を集めるっていう、あの、風呂沸きましたね。まあ別にいいんですよ。どんな稼ぎ方でもいいんですけど、数を集めるっていう、あの、戦いをしてもいいんですけど、 で大変ですよ、そっちの方が。僕は大変だと思います。うん、数、数に、数ばっかり意識してるというか。なんかね、こう YouTube 大学のね、中田さん、田中さんで言ってましたけど、もうプレッシャーでしかないっていうこと言ってましたけどね。久保さんと僕プレッシャーなんもないですよね。ただひたすら動画撮ってるだけなんで、もう趣味レベルなんですけど。だか数を常に意識しないといけないっていうね。 で、その再生数伸びない伸びる。で、一気一遊しないといけないっていう。だからもう本当に大変っていう。だからなんかその、なんか、傍から見ると成功したみたいに思われるかもしれないけれども、言ってたのが、まあ、労働に対して見合わないみたいなね。うん。その資料作りだったりとか。で、これ堀江さんと対談してたのかな。ああ、なるほどね、と。いや、俺なんか別に適当に喋ってるだけだから、全然余裕なんだよね、みたいな。 でもその YouTube 大学の、あのー、いまだに覚えない中田さんかな田中さん中田さん中田そう、中田さんだ。そろそろ覚えよう。もう田中なのかな、中田なのか、ちょっとね。中田さんか。もう400万人ぐらいいるんですよね。YouTube 大学。確か。400万人さん。すごいですよね。うーん。そう。でも堀江さん、だから僕,僕はもう堀江さんスタイルですね。もうなノー編集でね。 行ってらっしゃいみたいなね。そう。まあまあ、クソ楽っていう。そう。ま、うん、あ、どういうスタイルでやってもいい,いいと思いますけど、うん、僕はそれ知ってるんで、編集作り込んでやると大変だよっていう。うん。久保さんと僕なんか何の大変もないですよね。もう空気なんで、ただしゃ、ただ、あの、独り言喋ってるだけですから、これ、これも。もう趣味というかね。 うんまあ、僕の場合はちょっと久保さんと,ちょっと違うところは商品を売らないと生計立てられない部分もあるんで、まあ、商,品商品売るときはその商品売るための動画を撮りますけれども、うんまあ、それも別に、まあ、毎月やってるのでもう,もうちょっと5年ですけど <laughs> それも普通ですよねお風呂沸き,きましたねお風呂を沸かしてる間に撮るっていうねもはや <laughs> もう撮ったらもうお風呂入れるっていうね なんでうーん。ま、あの、100再生をバカにするんだったら、お前が100人リアルで集めてみろと。<laughs> これね、ほんとね、100人リアルで集めたらすごいですよ。うん、100再生をバカにするんだったら、リアルで100人集めてみろと。うん。まあ、別に100再生集めるって言ってもいいんですけど。でも、ただ、あのー、 トレンド動画とかでね、トレンド動画とかで、その、キーワードで100再生集めたとするじゃないですか。商品売れないですよ、多分。それでは。うん。だから、その、リアルでセミナー来るっていうのはどういうことかっていうと、まあ、本当にその人のことが好きとかね、本当に話聞いてみたいなとか、その、大変なんですよ。ね、リアルにこう、人を動かすっていうのは。 だって YouTube なんかも、とりあえずなんだこれつクリッコリクしたら未再生じゃないですか。うん。うまあ、久保さんと僕がやってるのは常にリアルセミナーをやってるみたいな感じですね。常に自分のリアルをね、あの、話して。で、まあ、その、まあ、動画越しですけども、僕と久保さんのリアルを感じてくれているリアルな人がそこにいるってことですね。うん。 なんかネットビジネスなんだけどただネットを通じてリアルをやってるって感じですね僕は久保さんもそうだと思いますけどまああのね「スラムダンク、あの <laughs> 知ってる人いるかもしれないですけど「リアル」っていうね本出してますから「<laughs> リアル」っていう漫画本井上さんかな、はい「リアルに生きろ」言ってらっしゃい。